どうも、りょうまでーす。今回はですね、こちらの、もうやらなくてもクソゲーというのがわかる、実写版クソゲー RPG というゲームをやっていこうと思います。ちょっと前に、クソノベルっていうアプリのね、ゲームをやったんですけど、多分それと同じ作者さんのやつかな？この多分ぬか漬けパリピマンっていう方だと思うんですけど、今回も、その方のゲームをやっていこうと思います。俺さ、ニューゲームの前にさ、下から2番目のさ、昆布の冒険っていうのもめっちゃ気になるんだけど、これちょっと早めにもし終わるようだったら、昆布の冒険もちょっとやってみましょうか。じゃあまず、ニューゲーム。これ絶対またね、すごいふざけた感じの、やつだと思うんですよね。あ、これまたお名前打つんだ。これ多分ね、お名前消すとき変な声出ますね。聞いててください。ほらファーンをだって。じゃあ、これもまた、同じく、りょうまで行こうかな。りょうま。あ、待って待って、伸びてない。りょうま。はい。じゃあ、これで行きましょう。あ、待って、りょうままになっちゃった。ちょっと待って。あ、決定か、決定。はい。さあ、果たしてどういう始まり方をするのか。おー、なんだ、美しい城。王だ。何のようだ、勇者よ。すごいな、急に、しょっぱなのセリフが、俺が王だってすごいな。あ、これどうやっていくんだ、次。あ、丸か。俺が。え、これ自分なの？何のようとは、なんだ、王よ。なんかお互いに、すごい偉そうな感じだね、これ。おお、そうだ。実は、近所に魔王が引っ越してきてな。あらららら、まさかの、魔王が引っ越してきた感じなんだ。目障りだから、取り間、始末しといてくれ。え、これでもまだなんか悪いことしたわけじゃないでしょう、魔王だけど。なんかちょっとかわいそうだね。ああ。お返事の仕方。サンキュー。You are なんかすごい微妙な英語を話してるけど。なんて言う？ダンポーンだって。え？これ何？ここで動くの？あ、すごい。ちゃんと進める。ウェブ展示村に入れるっちゅ。入れるっちゅだって。上ボタンで、あ、これで入れるのか。OK です。はい。どこ行く？素晴らしい村。どこ行く？宿屋、酒場、武器屋、アリベデルチ！アリベデルチ、ちょっと待って。これアリベデルチはちょっとなんか感動したな。え、どうしよう。ちょっと一回押してみようか、これ。アリベデルチ。あ、そっか、これそういう意味だもんね。なんかこれ良い旅よ的な感じだもんね。そっか、これバイバイってことだったんだ。じゃあ宿屋から行こうかな。宿屋。お、みずみずしい宿屋。みずみずしい宿屋でございます。泊まっていかれますか？え、でもまだ別になんか怪我とかしてるわけじゃないし。え、一応泊まってみるよ。これ何があるんだろう。はい、ごゆっくりと。しかもなんかこれ登場人物みんなあれだね。なんか覆面というか、なんかお顔がちゃんと見えないっていうか。ありがとう。なんか何て言ってんの。タンポーンってことだけど。酒場行ってみようか。じゃあ酒場。神々しい酒場。マスター、ちょっと待って。マスクしてるとこおかしくない？お目目にマスクしちゃってるよ、このマスター。武器屋の武器は、ツルハシが一番強いらしいよ。あ、そうなの？ツルハシが一番強いんだ。剣とか、そういうんじゃなくて。え、これだけ？あ、教えてくれたってこと？え、だったらツルハシ買うしかないじゃん。いらっしゃい。もやしって書いてあるし、お洋服に。え、買う。めんどくせえから、全品先陣、選んでくれや。やめるときは、キャンセルボタンだ。全品先陣、これ自分今いくら持ってんの？え、ツルハシが一番強いって言ってたよね。え、見た目的にさ、でもこれハンマーとかの方が強そうな気がするけど、さっきの人の言うことを信じて、ツルハシって多分これだよね。これ買おう。じゃあツルハシでいいか。おい、もちろんさっきに教えていただいたんで。はい。ワイドワイ。武器は装備しないと意味がないって作者が言ってたよ。あ、なるほどね。じゃあちゃんと装備しましょう。売り切れ。え、
他のは買えるの？掛け屋でいいか？え、買えんの？でもなんかいいや、鶴橋で。ちょっと戻って。お、なんだ？あ、また行ってくれるんだ。ちょっと帰りますね。どこ行く？じゃあ一回アリベデルチして、これさ、どこで装備するの、アイテム？あ、間違えた、間違えちゃった。ちょっと待って、間違えちゃった。ちょっともう一回出て。装備の仕方がわかんないんですけど、ちょっと一回横行ってみようか。これ左のさ、森、なに？え？これ敵なの？なになんかこの、キャベツかレタスかわかんないのと、肉みたいのと、これ左上はなんだ？戦おっか。待って、鶴橋まだ装備してないんだけど、左はモズクだったのか。どうしよう。一番美味しそうなホルモン焼きから攻めようかな。じゃあ、行け！行って！行ってだって。あ、でもダメージ全然効いてないよ。これはもうホルモン焼きを集中的に攻めるか、最初は。行け！あ、意外と倒せないね。これ魔法とかもあんの？フレーム！敵全体に炎属性のダメージをちょっと与える。ここで行ってみようか。全体攻撃。待って待って、フレイムって。あ、一撃じゃん、しかも。強ー。でも普通にライターだったよね。あ、しかもレベル3に上がった。なにこれ今あれか。たまたま敵になっちゃった感じか。これ森敵は。生めかしい森へ進みますか？ちゃんと武器は装備しましたか？いや、武器ね、装備してないのよ。ちょっと待って。せやな。せやな。これどこで武器装備すんの？一回戻るのかな？あ、しかもこれ戻るときあれなんだ。後ろ向きのまま戻るんだ。結構危ないな。これ一回戻るのかな、ここに。装備はここでする感じ？あ、また王が出てきちゃうよ。おだちん忘れてたわ。え、おだちんくれんの？そうだよ。戦時。お、戦時。結構くれるんだね。ありがとう。ありがとう。え、装備はどこですんの、これ。あ、ここか。なんだなんだ。装備で、装備鶴橋、鶴橋、おー、ガチャーだって。これ OK かな。最強と言われてる鶴橋も持ったんで、じゃあ一番左のあのちょっと森みたいなとこ行ってみよっか。ここになんだろう、魔王とかがいんのかな。生めかしい森へ進みます。はいはい、装備します、装備します。はい、オッケーです。お、待てい待てい。モザイクかかってる。ハサミボーイ、勇者め、お前を倒せば俺は中間管理職にだってなれるんだ。あ、なんだろう、これ倒せばちょっと偉くなれるのかな。自ら命を散らしに来るとは愚かな。愚かな。ビビビビビビーンだって。おっと、これ、ツルハシ使えるんだよね。これ、普通の攻撃でいいのかな。あ、ちょっと待って、必殺技使ってみたい。投石。ちょっとこれでいってみようか。一応必殺技だしね。いけ。お、お、結構いいんじゃない。ハサミを研いでいる。ハサミで研いでいる。やばい、攻撃するしようとしてるぞ。もう、え、待って、これ、ツルハシこれでいけんのかな。おお、結構普通の攻撃でも入る。え、まだ研いでんの。フレームやってみようか。いけ、フレーム。これさっきめっちゃ強かったもんね。おお、やっぱ一番強い。え、これ何、いつまでハサミ研いでんの。一番大きいダメージのこれ連打しよっか。これ普通にライターのこの攻撃で。おお、勝った。3000の経験値、お金は2050。結構入ったね。おお、レベル8。フレーム3を覚えた。ちょっと待って、フレーム2は俺のミサイル。これ大丈夫だよね。下ネタじゃないよね。とんでもないミサイル出さないでよ。あれ、家の鍵閉めてきたっけ。あ、これ結構ね、心配になるやつだね。これで帰っちゃうのかな。あ、こじたね、花火だぜ。花火みたいに消えちゃったね。お、何これ、魔界に来てるんだけど。これここかな、この後ろみたいなとこ行くのかな。はい、ボスか魔王か。みんな大好き魔王城。魔王城なんだ。なんかモザイクかかってるやつがいるけど。うっしゃ、頑張るぞ。おお、頑張っちゃうぞ。お、なんか宝箱みたいのあるね。めーめて敵だ。え、待って、バナナ。え、これ左は何、カキ。ちょっと一応フレーム使っ、あ、フレームさん使ってみようか。
敵全体に炎属性のダメージを守護が耐えるだって。じゃあこれでいこう。おお、すごいレベルアップしてる。ガスコンロみたいになってる。お、一撃だ。フレイムさんめっちゃ強いじゃん。糸、怪しげな宝箱。おお、なんか本当にめっちゃ怪しい。開けますか。いや、それは開けるでしょ、目の前にあったら。はい。ガチャ。え、空っぽ。宝箱の中からモンスターが。うーわー、罠だったのか。これ何、何かが分かんないんだけど。お、俺のミサイル行ってみよっか。ちょっと死亡じゃないことを願って、とんでもないミサイル出さないでよ。行け。俺のミサイルが。哀愁が漂う。ちょっとこれ一回普通の攻撃いってみるか。これしかも丸まったティッシュだったんだ、これ。いけ。丸まったティッシュから哀愁が漂う。これさ、炎の方が効くか。これフレーム1でも絶対すぐ行くでしょ、これ。フレーム、こんな燃えちゃってしょうがないでしょ、ティッシュだったら。あれ、でもそんなに入らない。これ普通に攻撃でいっか。じゃあいけ。意外とティッシュが強いっていう。あ、来た。え、これがボス並みに経験値もらえてない？これやばくない？お、レベル10。なんだこれ？究極、これなんて読むの？一戦？一戦？俺の前を覚えた。なんかお名前はめっちゃ強そうだな。ダッシュ旅を手に入れた。何、ダッシュ旅って。つけてみる？確かここで装備で。最強装備。装備。え、でもダッシュ旅なんて、どこにもなくない？ここかな？え、ないないな。え、ないよ、ダッシュ旅。どこ行ったの？ちょっとこれ、モザイクは何これ？神の仲間をセレブのように味が出る男、アローシタケちゃん、現存。しかも早口だな、この人。魔王様の腰巾着の実力、解くと味わうか。そこを解け。あ、喋ってる最中だったのに、今。え、戦わないの、これ。簡単に倒しちゃったけど。何、この、え、これ何？ここにある、これ何？なんか別にいじれないんだけど。ちょっとスルーしよっか、じゃあ。魔王に話しかけますか。来たよ、魔王。もう魔王戦？これじゃあもうラスボスかな。え、話しかけよう。はい。クククここまでたどり着くとは、さすがは勇者というべきか。なんかさ、魔王って割には結構なんか普通な感じだね、この人ね。魔王、俺の命に返しても、お前だけは絶対に許さない。え、なんでなんで？これただお引越ししてきただけでしょ、まだ魔王。くくく、この私の強大な力の前にヒレフスがいい。強そうじゃない、先生。これ勝てるでしょう。魔王、貴様の存在を俺は認めない。俺はお前を撃つ。なんで急になんか片言になっちゃったの、これ。くくく、貴様を倒し、この世界に破壊と混沌をもたらしてくれよ。あ、一応結構なんか危ない目的を持ってたね、この魔王。これは倒さなきゃ。負けない。勝利を待ってくれている全ての人々のために。これ片言がすごい気になるんだけど。ふはは、全ての人間どもは私の前にひざまずくことになるのだ。ちょっと今あれだね、咳しちゃったね。お、来ましたよ、魔王。戦う。これもさっきのやつ使いたいよね。これちょっと読み方がわかんない。敵単体を無残に切り捨て、え、これ、単体だよね、魔王。これ使うしかないじゃん、じゃあ。行こう、無残に切り捨てよ。え？殴る。え？待って待って、魔王の攻撃1しか入ってないけど。しかも無残に切り捨てるって言えば一撃ではないんだ。ちょっとこれ連打でいこう。これなんなの、この、なんかこのエヴァ。蹴りになったけどダメージ量全然変わってないよ。これ余裕でいけるでしょ。何なのこれ、何をしてんのこれは。デコピン。ちょっと待って、残り HP1 なんだけど。え、待って、何、急に強くなったじゃん。これアイテム、え、全回復なんてあんの。これは使っとこう。よし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 。これは睡眠状態だ、ダメだ。このままお眠していては一方的にやられるだけだ。え、そうだよね。クソ、やられるのか。おっと、絶対絶命のピンチだぞ。え、え、なに、おねんにして負けちゃったの。あ、戻ってきた。やべえ、
勇者がピンチっぽいわ。お、王様。おっと、なんだ？精一杯応援するぞ。あ、応援なんだ。助けに来てくれないの？王様たちの祈りが、なんかよくわからんけど、割とすごい力となり、今、勇者のもとへと供給される。おお、よくわかんないんだ、でも。なんだろう、これで目覚めるのかな。おっと、なんだ、戻ってきたぞ。おっ、なになになに、お、なんか応援してくれ るな。おっ、イエーイ、今までの登場人物たちが応援してくれてる。勇者よ、俺たちの愛がいっぱい詰まったラブパワーを受け取るがいい。おお、バッチリ受け取ったよ。なんだなんだなんだ、なんかこれよくわからんなんかが来たぞ。のっと、通り過ぎんの。守護医ばかりのエネルギーが五臓六腑に染み渡るぜ。おお、五臓六腑に染み渡っちゃった。うお、これで決めてやる。おい、けやっちゃえ。愛と憤怒と悲しみのファイナルデリシャスポンポコポンポコ。うえぇ、バカな、えぐいダメージ入ったぞ今。十何万とか入ってたよね今。やられた。あっけないな。終わったか。お、魔王倒したよ。行こう、俺にはまだ帰れる場所があるのだから。なんかかっこいいこと言ってるな。これあれかな、王様のところに帰るのかな。魔王を完膚なきまでに叩きのめした勇者はエッチラオッチラ魔王城を脱出しました。あ、エッチラオッチラ脱出したんだ。その後、魔王城は木っ端みじんに吹き飛び、まるでチョップドサラダのごとく木っ端みじんになってしまいました。チョップドサラダって何、初めて聞いたんだけど。そして勇者はキロに着きました。途中コンビニで道草を食ったり、かっこおでん、うまい。おでん買ってるよ。つつ、なんとか城までたどり着きました。ちなみに勇者はおでんをセール中にしか買わないらちいです。あー、そうらちいのね。ちょっとケチなんだね勇者ね。まあでもね、セールの時に買った方がお得だもんね。これであれかな、王様。美しい城。おっ、エンディング。あ、なんかすごい良さげな音楽が流れてるけど、何？貴様のおかげでわしの余生に平和が訪れた。お、感謝する。あ、感謝してもらっちゃった。うむ、うむ。返事の仕方。え、どこ行くの？ああ、俺は自らの使命を果たすだけだ。もうこれ以上同じ過ちを繰り返させないため。え、なんか過ちを犯したの？素敵やん。素敵やん。え、何これ？戦いは続く。あ、続くの？終わりじゃねえの？世界に真の平和が訪れるその日まで。あら。え、でもこれはこれで終わりでしょ？え、なんか最後結構感動的な音楽が。この後はどうなんの？あ、あ、エンドロール的なあれかな。おー、やっぱあれだね、作者さんが同じだからあれですね、エンディングも同じような感じですね。あー、あったねこんなんね。これさ、他の武器買ってたらさ、どうなってたんだろうねここでね。ちょっと一番ツルハシ強いよって言ったから買っちゃったけど。てかこの敵がね、もずくにキャベツになんだっけ、あとホルモン焼きだっけ。まさかの敵っていう。あ、出た出た、このちょっとあれこの人だよね、確かちょっと早口ですごい喋ってた人。おお、これはなんだ、これ本編にはなかったな。勇者龍馬、あ、出た、ぬか漬けパリピマン。いいお名前だな。あ、出た出た出た、この眠らされちゃったところね。いや、まさか眠らされて終わると思わなかったな。お、出た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 、これなんかよくわからんけどっていう、なんかちょっと謎のなんか応援。でも一応あれ効果あったってことだよね。あ、出た！ファイナルデリシャスポンポコポンソーと。ちょっとなんかかっこいいんだかかっこ悪くないんだかよくわかんないね。お、なにこれ？
なんかよくあのドラマの最後のシーンにありそうな、よくなんか刑事さんがね、おはなんか語りかける的な。おっと、なんかすごい美味しそうなのめっちゃ食べてんじゃん。何これ、バイキングかな。すげえ、めっちゃ食べ物あった。おーい、ちょっと待って、まさかの浅草じゃん。いいな、浅草行きたいな。結構好きでね、何回か行ってるんですよね、浅草。なんか浅草のね、あそこの近くになんかチーズミートボールみたいなのがあってね、めっちゃ。プリンしてくれて、あれあれあれ、ありがとう。これ確か前のアプリも最後。あ、今回あれだ、おひたしおひたしじゃないんだ。え、セーブできんのこれ。まぁ、ちょっとファイル1にセーブしとこっか。一周目クリアめでとう、もう一回プレイするなんて、水凶な真似をするか。いや、今はいいかな。またねー。ちょっとさ、これさ、昆布の冒険気になるよね。ちょっとだけやってみようか。ちょっと長くなっちゃってるけど、行ってみよう。あ、これなんかあれか。別のアプリの紹介かな、これ。待って、めっちゃ気になる。これインストールする。あまりにもタイトル気になっちゃって、インストールしちゃったよ。これ今度はあれですね。これもちょっとやろうと思います。これさ、前のアプリの時もあったけどさ、このぬか漬けパリピマンってなんだろう、これ。なんか紹介かなんかかな。ちょっとやってみようか、これも。あ、これ前もあったよね、エンディングでこれ。あのクソゲーはこちらです。リンクを開きますか。あ、なるほどね。他のも紹介してくれるんだ。これは公式アカウントなんてあんの。え、ちょっと気になるから、ちょっと後で見てみよう。これは珍妙な雑貨はこちらです。なに、珍妙な雑貨って。ちょっと気になるけど、これも後で個人的に見てみよう。いいえ。じゃ最後、この人に話しかけてみようか。プライバシーポリシーを。あー、これ前回もここ確かプライバシーポリシーだったね。いいえ。はい、じゃあということでね、今回ね、前回よりかちょっと長くなっちゃったんですけど、じゃあここで終了しようと思います。自分このぬか漬けパリピマンさんのゲームめっちゃ好きだわ。このくだらないこういう感じのゲームね、ほんと好き。ということで、今度はね、昆布の冒険をね、やっていこうと思います。ということで、じゃあ終了します。ご視聴いただいた方ありがとうございました。